SD-KFZ-222 は第二次世界大戦中ドイツ軍によって使用された偵察用の四輪装甲車である。1936年から1943年にかけて約1000両が生産された。SD-KFZ-222 は第二次世界大戦の全期間にわたりあらゆる戦線で使用された。1930年代前半、 ドイツ再軍備に向けた最初の送輪走行車として KFZ-13 及びその無線車である KFZ-14 が生産されたがこれらは市販の乗用車に走行を施しただけのもので軍用車両としては大きく性能が不足していたこのため不整地走行に適した大型の軍用車両として開発された重当性型乗用車ホルヒ108のシャーシを リアエンジン化した走行車用シャーシが開発され、これを用いた新型の走行車が生産に移された。これが SDKFZ221 に始まる四輪走行車、系列である。割り振られた特殊車両番号では、系列2番目となる SDKFZ222 は、SDKFZ221 の改良型、武装強化型で、 SD-KFZ-221 よりもやや車内容積が大きい走行車体に 20mm 機関砲と 7.92mm 機関銃を備えたより大型の砲塔を持っている。SD-KFZ-222 の砲塔は背が低くオープントップで上面前方をおよそ3分の2には主流弾除けの観音開きの金網カバーを備えていた。 同型の SD-KFZ-221 や SD-KFZ-202、また、この金網の高さは生産シリーズによっても違いがある。砲側は、車体床面に据え付けられているため、砲塔は武装の、プラットフォームの役割は担っておらず、砲塔は、砲側から突き出た、リンクアームにより武装と一緒に回転するようになっている。したがって、実態としては、 全周式の棒立てに近い。展示される SDKFZ222 の砲塔。金網カバーは後の修復によるもので、戦時中の実写とは形状が異なる武装である 20mm 機関砲と同軸の 7.92mm 機関銃は対空用として垂直近くまで行革をかけることが可能だが、ある程度以上に行革をかけるには、 高等上面の金網カバーを開く必要があった。機関銃1丁だけの SDKFZ221 が1940年5月に生産を打ち切られたのに対して SDKFZ222 は1943年半ばまで生産が続けられ、系列中最多の989両が生産された。生産は7つの生産シリーズに分かれ、 その一つごとに細かく改良が行われた。主武装の二十ミリメートル機関砲は当初、通号戦車と同じ k w k 三十だったが、途中からより高性能の k w k 十八に、換装された。生産第五シリーズまでは三点五リッターエンジン搭載の SPKWI 型シャーシが用いられたが、九百四十二年五月以降は三点八リッターエンジンと、 油圧式ブレーキを備えた SPKW-i タイプ V 型シャーシに変わった。また、車体全面走行の 30mm への増圧、車体後面グリルへの走行カバーの追加なども行われた。不整地走行を想定し開発された組用車両のシャーシを利用した車両ではあったが、特に道路条件が良くない東部戦線では、路外機動力が不足しており、 半送機式の s d k f z 2 5 9の量産開始に伴い SDKFZ222 の生産は終了した。ただし、すでに生産された SDKFZ222 は対戦の終結まで使用された。SDKFZ222 は捜作大隊の装甲偵察車中隊に配備された。 s d k f z 二百二十二の任務は小規模の敵部隊と遭遇した場合に二十ミリメートル機関砲を用いて火力支援を行うことである。一方で無線機は短距離の車両間通信専用のフグ S。中華民国九百三十七年前後、s d k f z 二百二十一、s d k f z 二百二十三とともに若干数が輸入され、 対日戦に使用された。中華民国軍が使用した SDKFZ-222 は増加施策型もしくは輸出用のダウングレード型と思われるもので各部の観察口フラップがスリットが開いただけの単純な後半であること同軸基準が量産型と逆に右側にあり照準用スリットを持たないことなどの違いがある。大ブルガリア広告装備近代化の バルバラ計画に基づき SDKFZ-222 及び SDKFZ-223 系20両が1943年4月から7月にかけてドイツから導入され b 7 1から B7020 の軍登録車両番号が与えられた。これらはブルガリア戦車両団の装甲偵察大隊、装甲車中隊に配属された。 ルーマニア王国 RUSE ドイツの装甲偵察ユニットとして登場。Call of Duty シリーズ COD FH ドイツ軍の装甲偵察者として登場する。COD にドイツ軍の装甲偵察者として登場する。とあるステージでは主人公ジョン・デイビス軍曹が奪い、プレイヤーが操縦することが可能になる。COD に BRO COD3 ドイツ軍の装甲偵察車として登場する。スナイパーエリート v にドイツ国防軍の車両として登場。ト部も P114 マテブ、P126 高橋、P196。ありがとうございます。